サナル大店の泉です。先日ご紹介した羽織チュニックがすごく好評で、お問い合わせなんかもたくさんいただきました。いらっしゃいませ。本当にお遠くからお電話かけてきてくださったりとか、ありがたい限りです。この間ざっくりとしかご説明してないので、今日はちょっと動画を撮って全体的にこんな流れだよっていうのをやりたいと思います。でその後細かいところはまた静止画でこの動画にくっつけてお出ししたいと思いますが、とりあえずはまず動画で全体的な流れをお知らせしたいと思います。で昨日、これは昨日私がサナル大店で250円で買ってまいりました羽織でございます。下に着ている黒いのが完成品です。でこれがうちで素材として売っている羽織ですね。この羽織が完成するとこういう形になります。後ろもこんな感じですので、後ろもこのまま使います。実際にハサミを入れるのはここのお袖のところのこことここの襟のところのここ袖と襟だけです。であとはちょっと糸をね外したりとかする工程があるんですが、流れとしてはこういう感じです。で一番最初にやっていただきたいのがまず洗濯してください。私なんかの場合は、洗濯機のデリケート洗いっていうのを利用してネットに入れて洗濯機にお任せします。洗剤はいつも使っている洗剤です。なぜかっていうと、これはもうつね着で3年ぐらい着てるんですけれども、ね、いちいち特別扱いしてると面倒くさいでしょっていうところですね。でこれです。洗ったってまだ洗ってないんですけれども、洗ったつもりの着物、これを一番最初にやってほしいのはここのお袖を筒袖にしてしまいます。私なんかはもう本当にここのところはもともとの羽織の袖口を利用してますので、袖口そのまんま利用してこういう風に見やす口も塞ぐ形で作ります。ですのでちょっと違った感じで、これがこんな感じですね。こんな感じでまずお袖ができると思います。ここもこうやってね塞ぎますね。まずこれで両袖やってください。ここでハサミを使いました。でこれでもう中の方が出来上がりがこうですね。ご自分でわかるかな。これちょっとこれますかね。ごめんね。こんな感じで筒袖が出来上がりました。これで 両袖やっていただくと、もうこれでお袖は完成です。でこの後ですね、今度ここです。皆さん多分このね襟のとこで悩んでらっしゃると思うんですが、襟のところはこの前立てありますね、羽織なのでね、これをね下の方からこうやって糸外していきます。両方糸外していきます。これ糸外すのすごい楽しくって、うっかりするとこの首のこっちの方まで外しそうになるので、ここにチッって言って羽織紐を引っ掛けるこういう輪っかがついてるので、ここら辺まで来たら一回止めてくださいね。これやらないと全部外してしまうとまたチクチク縫うのめんどくさいですってね。めんどくさいっていうのが一番私の基本なんで、なるべく簡単に作れるようになってます。でここのところはそのままスタンドカラーで使いたいので残しといてくださいね。で今これを外したらここのところとここのところが2本ブラブラしてるはずです。ブラブラしてたらこれですね、こういうのとこういうのが2本あるはずなので、鏡の前に立って自分でこれを羽織って、これをこうやって、まあ私の場合はちょっとこっちの方から当てたいんですが、人によってはこっちの方でもご自由です。ここら辺はスタンドカラーにする場合はこういう風にして
なんとなく自分はここら辺でいいかなっていうところを決めてください。でこの2本のこういう紐状になっているものをここでもう一回ハサミ使います。首回りです。首回りで犬の輪っか、あの 首輪みたいな感じですね。犬の輪っかみたいな感じでもうここでスタンドカラー出来上がってます。とりあえずここまでですね。そしたらここが空いてるはずです。これがもうないのでこういう風になってガラ空きになってます。でこの時に着物って面白いことに外したこの中をヒューッと開けるとだいたいこれ分入ってます。でもし足りなかったらここら辺でお袖切ってますのでそれを剥いでいわゆるパッチワークですね。そういう感じであの継ぎ足してここの面積埋める感じで板状のものを作ってください。でここのところで襟ができているのでなんとなく挟み込む感じでこの感じですね。そうです。なんとなく挟み込む感じでここに埋めていきます。でかぶりたいので私はここまでホックを使ってかぶれるようになってます。ここら辺もねご自分でアレンジしていろいろ全部開けたいよと思ったら開けてもいいし、何しろ自分で鏡の前に立って自分の体に合わせて作っていただければなって思います。そうですね、本当にあのバリエーションがいろいろできますので、私がご紹介してるのはスタンドカラーなんですけれども、あのお客様によってはわざわざ作って見せてきてくださる方がいらっしゃるんですね。お店まで来てくださるんですね。そうするとあの襟のところをもうちょっとふんわりさせたりとか、ご自分のお好みでいろいろ使えます。香りは本当に簡単にできるのでなるべくあのめんどくさいことをしないで作っていただけたらなって思います。であの今世の中の流れとしてリサイクルとかリユースっていうのがトレンドになっております。あの着物を楽しんでね、素材を楽しんですごくなんか時代のトレンドを一番先っぽで走ってるっていう、そんな感じでリメイクをやっていただけたらなと思います。あのお問い合わせいただいた中で、あのお電話番号を知らせてもいいよっていう方がいらっしゃったら、私土日月がだいたいサンダル大店にいるんですが、いない時なんかはスタッフに教えていただいてもいいし、留守番電話に電話番号を入れておいていただければ、私の方からまたご説明する電話を差し上げたいと思います。あのそんな感じで、わからない方はどんどん聞いてみてください。でこれからこの後静止画で、これ私今日家に帰って一度洗いますので、その後静止画がまた続けて配信されると思いますのでよろしくお願いします。金立ち上門の泉でございました。ありがとうございました。